総結輸入法は1976年に宿二福が考案したコンピュータ上における中国語入力方式。変換前から現在まで主に香港で用いられている。台湾で主流の入力方式は中央輸入法であり、中国大陸で主流の入力方式はピンイン入力方法である。古代中国において漢字を発明したと言われる。 伝説上の人物総決にちなみ、1978年に、小異国が命名した。輸入法とは、入力方式を意味する中国語である。ローマ字化な変換などと同様、特定のソフトウェアでなく、入力方式を指す名称であるため、ソフトウェアによって、若干入力方法が異なる。0 0 7 t o m o r ー n e v のキーボードの様式の模倣。 総結輸入法で用いるのは各キーに刻印された漢字のアザネ。具体的な入力方法は一字を二つから五つのアザネに分類し、その字根をキーボード上から入力し変換する。中音輸入法とは異なり、同じキーバインドで異なる文字はほとんどないため入力効率が極めて高い。中音輸入法が四段のキーを必要とするのに対して、 総結輸入法は漢字入力に関しては3段のキーで入力可能であり入力法を完全に習得した場合タッチタイピングをより効率的に行うことが可能である竜を入力する場合占い好き占いしかネシンと独特なジネに分解する必要があるなど慣れた人以外には理解が難しい点もあるその反面 発音がわからない難読漢字も入力可能な点は利点である。このため中音輸入法に対して職業的に大量の文字をコンピュータに入力する必要のあるものが習得していることが多い。実際、公的な大会などでは優勝者の多くの場合、送決輸入法を利用している。メディアを再生する中国語。 総結のインプットメソッドの例現在一般的に使用されているのは総結バージョン3である。マイクロソフト Windows 95、98、ME、2000、XP などの IME ではバージョン3の改良版を採用している。また総結の友所が制作した総結バージョン5も香港などで一部使用されている。バージョンの違いは面。 非の入力方法で判断することが可能である。総決での入力例漢字は、上から下、左から右、外から内等の原則で、各要素に分解し、各々の要素に与えられた符号に置き換えて入力する。キーボードは A から Y まで、Z は不死を使用する。例を挙げれば、A には日の要素が割り当てられ、N には弓の要素が割り当てられている。漢字は、 最小で1から最大で5の要素に分解される。例総決での要素は26種類あり、5つに分類することができる。総決のアザネによるキーボード配列、総決のアザネによるキーボード、総決のアザネと、英語アルファベットによるキーボード特種類以外の24種類については、日、月、金などといった名称は漢字の要素を表しているが、 これらだけでは、すべての漢字を入力するには明らかに不十分なので、実際には、補助時形といって、基本形以外の要素が基本形の変形のようなものとして用意されており、一つのキーに複数の要素が割り当てられている。バージョン3よびバージョン5の補助技型はおおよそ次の表のような形をしている。は、バージョン5で追加されたものである。 上の表にはないが、バージョン6では、補助技型は大幅に増やされており、さらに、総結字母、竹が、的に、何字規則で用いる、何が、止めにそれぞれ改められている。また、バージョン3と、バージョン5では、漢字ではなく記号入力に用いる、十も、型に改められ、漢字の特定の複雑な字型の一部を入力するのに、用いるものとされている。 以下の表に示す字型については複合技と称して単体でも部品としてどこに使われていても必ず最初と最後の二要素のみを取る。この表でもバージョン3とバージョン5のもののみを示す。総結は一般の印刷自体と違う自体での入力が必要になる場合がある。このか台湾と香港では自体が若干異なる場合もあり、 一部の漢字については、入力の際に注意が必要とされる。現在存在する、中国語入力法の中で総決は最もジネの、種類が少ない入力法である。大液輸入法、行列輸入法では250個のアザネ、サゾエビイ輸入法では、約350個のアザネが使用されている。これに対し総決では百十三個のアザネのみの使用に、止まり、 入力方法を簡便化した観点では、優れた入力方法である。しかし、これに対し一部の漢字の分解が非常に煩雑となる欠点を有す。これら分解が煩雑な漢字を、総結輸入法では、何時と称し、特別に設けた、何、キー X を使用することで問題を解決している。ただし、バージョン6ではこの何時規則は廃止されている。 以下に、基本的な難事規則を挙げる。現在ユニコードには、多くの遺体字が収録されているが、ビッグ5に、遺体字が収録されていなかった。関係上、旧版の総結入力法では、遺体字を入力することができない。台湾のキーボードの例。創結輸入法で用いるのは各キー左下に、刻印された漢字の構成要素。右下のあざねは代役輸入法と呼ばれる。 総結輸入法とは異なる輸入法でもいるルジネ。両者は同時に使用されない。一部アザネが重複するのはこのため。促成輸入法あるいは簡易輸入法は促成あるいは簡易と略称され、総結入力法を簡素化した入力法である。アザネ分解は総結と同様であるが、分解アザネの最初と最後の実を入力する方式である。アザネ分解が 比較的容易であることから初心者の間で使用されるが、同一キーでの候補字が大量に出現し迅速な入力には不向きである。しかし、候補字の位置が固定しているため、だんだん位置を覚えるようになり、入力速度を高めることができる。また、初期の Windows では初期導入されていたため、現在でも、香港では多くのユーザーが利用している。 戦術の候補時の固定は Windows のみ、Mac や Android には非常に不向きである。また、Windows 8には候補時の位置を一時に変えて多くのユーザーの不満を買っていた。快速総結輸入法は改装と略称され、麦氏博氏が1987年バージョン3総結入力法を改良したもの。特徴としては一時に対した種のあざね分解を認めた。 点にあり、誤ったジネの入力にも対応している点である。現在はバージョン6が公開されている。新総決輸入法は Windows 2000とほぼ同時に発表された入力法である。新総決輸入法では同一の入力に対して複数の文字が候補になった場合の候補選択の手間を省くことが可能であるが、赤蓮あざ機能がなかったこともあり、 総結輸入法使用者には歓迎されるものではなかった。その後も、利用者が大きく増加することはなく、旧総結輸入法を置き換えるに至らなかった。この現状を踏まえ Windows XP 以降、Windows では、現在も、旧総結輸入法が用意されている。大新総結輸入法は、TQC にて中国語入力の世界記録である。 分速220字を更新した入力法であり、それまで最速と考えられていたサゾエビベイ輸入法の最高記録を打ち破っている。特色としては、全体のアザネ入力を減少させ、また誤入力に対応させると同時に、候補字が出現する場合は、使用頻度の高いものを上位に配列するなどの工夫を凝らしている。 乱走打潮輸入法は、バージョン3の総決と大新総決の長所を複合させたものであり、日本語や各種符号にも対応したものである。また、総決入力法初心者のみならず、バージョン3総決、カイクラなどの使用者にも対応しているのが特徴である。香港の活用団体が開発したもの、バージョン3総決入力法を基礎に開発したものであり、 ユニコードに対応している。現在無料で公開されている。中国の骨は一本少ない大陸編収録。門絶技巧中国語キーボード。女、日、水などのように単一のあざねからなる文字も、ほとんどのソフトウェアにおいてそれ以上あざねが続かない、ことを示す、などの記号を入力する必要がある。ウィキブックス美男三大総決的変版なまり語 ありがとうございます。